イルムガルト・ゼーフリートは、著名なドイツのソプラノ歌手、オペラ、リートを歌った。マリア・テレジア・イルムガルト・ゼーフリートは、ドイツ国、バイエルン州のミンデルハイムの南南西およそ3キロに、位置するケンゲトリートで、教養のある、オーストリア生まれの両親のもとに生まれた。アウクスブルク大学で学んだ後、アーヘンで、ベルディの、アイーダの女司祭役でデビューする。1940年のことだった。 1942年には主役を演じるようになり、ウェーバーのマダンの伊手でアガーテ役を演じる。さらに、翌1943年にはカール・ベーム式のワーグナー、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーでエファ役を演じウィーン国立歌劇場でデビューする。この時以来、1976年に引退するまで、ゼイフリートトウィーン国立歌劇場管弦楽団は、 強い結びつきを保つことになる。ゼイフリートは、1946年から1964年まで、毎年ザルツブルク音楽祭に出演、オペラ、コンサート、読唱会で歌ってきた。1947年から1949年に、かけては、ロンドン、コベントガーデンのロイヤルオペラハウスに出演、また、ミラノのスカラザや、エディンバラフェスティバル等にも出演している。 ニューヨーク、メトロポリタンオペラには1953年11月にデビューしている。モーツァルト作のフィガロの結婚のスザンナ役だったが、メトロポリタンに出演したのは1953年から1954年にかけてのこの1シーズンだけだった。スザンナ役でご公演に出演している。第二次世界大戦後、すぐに現れた結出した歌手の一人だが、ゼーフリートは、 モーツァルトとリヒャルト・シュトラウスの役でよく知られている。しかし、他の作曲家のオペラでも歌っている。プッチーニの、蝶々夫人の代名役、アルバンベルクの、ボチェックのマリー役、マイスター・ジンガーのエファ役、プーランク作、カルメル派修道女の対話のブランシュドラ・ホルス役、そして、ヤナー・チェック作、カーチャ・カバノバーの大名役などである。ゼーフリートは、リート歌手としても著名であり、 ザルツブルク音楽祭での独唱会の録音が多数残されている。また、バッハ、モーツァルト、ハイドン、ブラームス、フォーレ、ベートーベン、ドボルザーク、ストラビンスキーといった作曲家のオラトリオや宗教曲も多くの録音を残している。ゼーフリートはハイソプラノではあったが、リヒャルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネの作曲家や、 バラの騎士のオクタビアンなどといった男役でも録音を残している。こうした役は普通より重い声の歌手が歌うことが多く、今日では普通はメゾソプラノの歌手が歌っている。エリーザベト・シュバルツコップとは旅だち共演しており、シュバルツコップはインタビューで、ゼーフリートは自然に頑張ることなく自分も含めたの歌手たちがやっていることを難なくやって、のけたと語っている。 EMI から発売されている、シュバルツコップ、ゼイフリート、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウの歌唱を収めた DVD で、アール・シュトラウスとマーラーの歌唱を見ることができる。オーストリア人のバイオリニスト、ボルフガング・シュナイダーハント1948年に結婚、生涯を共に過ごした。二人の間には三人の娘がおり、その中の一人は女優もなゼイフリートである。引退後は、 ウィーン音楽アカデミーとザルツブルクモーツァルテウム大学で学生たちを教えた。1988年69歳でウィーンで亡くなった。インディペンデントアビチュアリーオブシュナイダーハン、ハットテレグラフアビチュアリーオブシュナイダーハン、ハット IMDB。ありがとうございます。